どうも、推しはなぐもあんなわさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標5000人目指しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、もう一本、第7話、秘密兵器先輩です。何があって秘密兵器っていう名前になったんだろうね。わかんねえ。まあ、楽しみだよね。前回のおさらい第6話がもうやばかった。本当ね、まあ最初に言った通り、推しは南雲なんで。で、南雲のその今までのキャラクターで言うと、剣道部員だったんだけど、ずーっとね、こう、未知たちを見てて、いいなーって思ってたんで。で、こう、一生懸命ね、今まで剣道に打ち込んできたんだけど、この、貴重な3年間は今しか体験できない、経験できないっていうのになって、だったらもう今まではもう剣道に打ち込んできたから、今度は未知たちと一緒に、まあ、特に未知なんだけど、未知と一緒に過ごす3年間もいいんじゃないかっていうことで、剣道をやめ、柔道部に入部というお話でしたね。すごい、ギュッてしたら今の。でもね、一番いいのは、マジで見てくれ。本当に。俺の動画なんか見なくていいから、第6話を見てくれ。めちゃくちゃ良かった。で、なんか原作すでにからね、コメントもらったんだけど、なんかいろいろ、何アニオリの部分はあったらしいよ。すごい、なんか良かったらしいです。最高だったね。で、ね、終わり際にね、言ってたのが、なんだったっけ。夏の大会かな。なんかね、それがね、人数的にはね、足りねえから、あと一人どうにかできねえかっていうのがあるんだけど、そこでなんか姫野先輩っていう方がいらっしゃるみたいなんでね。まだその方について触れる回だと思います。見よう。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタンを押して、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますね。ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いや、マジで。本当にさ、俺もう一本めちゃくちゃ弱いんだよね。やばい。やばい。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。よいしょ。電車内やぞ。おお、すげえ、マジか。それで電車乗っとったんや。一個気になったのがさ、何？三年生って自分の意思で残ることができる感じなの？3年だと思うけど、3年
2年、わかんねえや。上級生だよ、だから。なんか、言ってたじゃん、今。8月のインターハイがあるから、それまではどうちゃらこうちゃらとか言ったけど、どういうこと?なんか、よくわかんないんだけど。なんか野球部とかだったらさ、なんか、夏の甲子園で最後みたいなのは、なんとなくわかるんだよ。それと似たような感じって思えばいいんかな。わかんねえ。あとね、職場の後輩にもう一本をおすすめした。見てくれた。嬉しい。本編開始。飛んだ。すげえ。え、言っていいんか。見てたんだ、やっぱ運動会の時。
ちょっと待って。あみちゃん、あみちゃん。なんだろう、どこのつながりなんだろう。
警戒するよね。お、エンディングの絵やん。さなえ誕生日。やべえ、もう研修期。早っ。5人バージョンじゃない。
ほら、5人や。次回予告。博多か。博多南って書いてあったけど、あれやんな。オープニングで戦っとる相手の学校やと思うな。いやー、やっぱいいな。なんかこう、前向きになれるお話。って感じだったな。やっぱこうどこかね、自分は負けて最後の試合でさ、試合のなんか気持ちよく終われなくて、で同じ中学だった亜美がなんかすごい気持ちよく決めてさ、もうちょっとやってみようかなみたいな話をし聞いて、で先生からはなんか面白い1年が入ってきたんだって聞いてて、だったら見るだけ見てみるかっつったら、みちたちがいて、でそこであのあれやばくない、あの信号が赤でさ、で青に切り替わって一歩踏み出して、で先生をこう投げるっていう、あそこあれめっちゃ良かったな。で一瞬だけ何先生と二人だけっていうあの描写があってさ、でそれがあってから、姫先輩っつったっけ、姫さんだったっけ、もう一回お願いします、もう一本お願いしますって言われて、一ヶ月だけ黒髪だったのにそれを染めてパーマも当ててさ、今おしゃれを楽しんでる。だけどそれでもまた柔道をやりたくなってるんだ。マジでこれ柔道やってない人間に刺さってんだからさ、柔道やってる人間もっと刺さってるでしょ。姫先輩と同じような人とかいたりしないのかな。全く同じっていうわけじゃないけど、なんか小学生の時やってて、中学は別のやつやって、でやっぱりやめらんなくて高校でやるみたいな人いねえのかな。若干なんか未知とも被ってない、未知ももともとはやる、もうやらないみたいな感じだったけど、やっぱりやるって、姫のと姫のだよね、かぶってんじゃん。そこもなんかあったんじゃねえかな。だってあの運動会の時にやっぱ柔道部のメンツを見てたし。気にはなるよね。で自分がもともといた部活なんだ。すっきりして終わってないわよ。完全になんかまあ負けたとしてもちゃんとこう試合で終わるみたいなのじゃないじゃん。人数がいないから仕方なくてもうこの試合でやめるって区切りつけただけ。だけど5人揃ってるからね。
アグもあんなの成長も著しいよ。素晴らしいね。未知もなんつったっけ、なんちゃらなんちゃらかんちゃらつって、なんか抱え込んでバーンってやるやつもやってたしね。いい話やったな。やっぱなんだろうね、生きるモチベが上がるよね、これ。もう一歩。素晴らしい。最高だ。今から仕事だから頑張ってこよう。今朝8時2分。頑張ろうかね。エンディングも5人に増えたよ。やっと。だから8、9、10、11、12、5話ぐらい。わあ、びっくりした。びっくりした。目覚まし時計。まあ、5話ぐらい使って金周期を描くっていう形なんだな。楽しみだ。弓道部たちもちょっとは映るんじゃない？玉隆起やったかな。そっちでももうちょっとでもいいから映って、南雲の応援みたいなのあればいいなっては思うかな。終わり。仕事行ってきます。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、もう一本、第7話、秘密兵器先輩でした。ありがとうございました。ならね。